栃木県道10号宇都宮那須烏山線は、栃木県宇都宮市と栃木県那須烏山市を結ぶ県道である。宇都宮市市街地から北東に向かい、塩谷郡高根沢町を経由し、那須烏山市へ向かう路線である。起点の池上町交差点は、東部宇都宮駅の近くにあり、栃木県道路原表が設置されている、宇都宮市の道路交通の要衝である。 池上町交差点から東に向かって、大通り一丁目交差点までの区間は、宇都宮市街の中心を東西に通過している。県道宇都宮笠間線と、県道宇都宮停車場線を含め大通りの一般名称を持つ。この区間は現在は、宇都宮バイパスとして、宇都宮市街地を迂回する国道4号の9道区間である。大通り一丁目交差点からは、東通り、 宇章通りを北上して遅そ2目交差点を東に折れる。競輪場通りを通進して、西木東線橋で JR 宇都宮線をオーバークロスした後、今泉新町交差点で欧州街道に入り国道4号と合流する。国道4号が絹川を渡って北に転じると、道路線は分かれて東の丘陵地に入り、高根沢町宝石寺を呼び、 旧南那須町大金地区を経て、那須烏山市の中心である烏山の市街地に至る。放射区時から烏山まではほぼ JR 烏山線と並行している。宇都宮駅前から見る大通り宇都宮市、駅前通り付近宇都宮市大通り24時間自動車類、交通量終点から西方向を見る終点、沖の大橋西交差点交差する道路の突起がない、ものは、指導、うど ありがとうございます。